靴磨きメディアを再生する日本メキシコ靴磨きは、革靴やブーツを磨く作業、またはその職業である。靴磨きは、革製品であるところの靴を磨く作業であるが、簡易なものでは特に油脂や靴摘みをつけず、乾いた布でこすることも行われる。この作業を行うことで、革靴やブーツは艶を増し、また革素材の柔軟性が維持され、長く使用に耐える。靴に詰まった泥などを、 ブラシで払ったりもする。家庭においては家事の範疇で行われる。職業としては、この靴を磨く作業を専門に行うもので、すり減ったかかとを補強したりほつれた部分を直すなど、靴の補修や仕立てを行うこともある。かつては、流しの露天商や、訪問販売的な業態が主流であったが、日本において、今日では、ミスターミニットのようなチェーン店も多く、 前述の露天賞などはあまり見かけられないものとなっている。鉄道駅で靴磨きを行う少年児童靴磨き日本では第二次世界大戦の敗戦以降、社会の貧困と戦災孤児が不労児化したことから都市部を中心に処位終社員ーイと呼ばれる靴磨きを制御とする少年らが溢れ東京終社員ーイなどの歌にもなった。路上で靴磨きを始めるには 道路使用許可と道路専用許可が必要となるが、取締りが強化されたことで、東京都内では昭和50年代から新規参入が難しくなり、許可を受けた者は2016年で5人、2020年で1人となっており、最後の男性が廃業すると都内から路上営業が消えるとされる。このため店舗型が増加している。同様に経済状態の良好でない アメリカのソウルシンガージェームス・ブラウニア、公民権運動活動家のマルコム、ブラジル大統領のルイス・イナシオル・ウラダ・シルバ、俳優のクロベシンなど、著名人の中にも靴磨き経験者がいる。なお、合成樹脂や合成皮革の大量生産によって、殿下に販売されている靴は、基本的に靴磨きを必要としない。泥や汚れを払い落とし、あるいは水洗いして影干しするだけである。 磨き方は、この2種類が知られている。水で磨くのが基本だが薄めた。アルコール用いる方法もある。ありがとうございます。